これはもう、あ、ちょっと大丈夫ですか。どういうような今、続行します。いや、続行します。いや、ただ相当見にくいとは思いますよ。もうそうでしょうね。三宅さん、はい、どうぞ。傷はさっきとバッティングと全く同じ場所だそうです。あ、そうですか。深くなりました。ただドクターはもう1回だけやらせますと言ってます。もう1回だけ。あ、そうですか。もう危険な状態だと。そうなんでしょうね、うん、本人の意思を確認した上で、はい、ドクターがそういう判断したんでしょうけど、次はもうそういう判断じゃないということですね。試合が再開されました。佐竹正明、もう後がありません。さあ前に出る。グラウデは前に出ます。突進するグラウデ、膝が飛んできた。点をつく膝が飛んできた。伊藤さん、この膝も怖い。この人の膝は横からも来ます。193センチのグラウベ。さあ、きしんの表情。佐竹正明がじりじりと前に出る。やっぱりグラウベ選手も本当に進歩してますね、前回から。おー、かかと落とし、しかし左フック顔面。かかと落としを見切った後、佐竹左フック顔面に打ち込んだ。おー、ハイキック。このハイキックが出るようになった佐竹。さあ、首相撲。この首相撲はどうか。グラウベは強いぞ。グラウベ選手ももうちょっと蹴りが出てもいいなと思うんですけど、どうですか。え、グラウベ選手もそうですね。パンチもいいですから。パンチいいですね。ワンツーでもね、いいと思うんですけどね。かなりこれは積んできましたね、モーリス・スミスの元でね。今のコンビネーションが良かったですね。ミドルとハイと、はい、今のミドル良かったと思います。はい、おっと、強烈振り切りましたが、さあ前に出る佐竹。ちょっと強引なんですよね、佐竹。青コーナーサイド。あとゴンが聞こえません。ゴンが聞こえない佐竹。第3ラウンドが終了。青銅会館佐竹正明、極真会館グラウデフェイトーザ、空手家同士の対戦になりました。最後のチケット争い。いや、グラブ選手もこの、まあ、3ラウンド以上、前回は本当に2ラウンドぐらいで倒されてしまったので、はい、未知のあれですね。そうですね、自分の体力がどこまでいくかとかですね、はい、あ、どうしますか。 あそこで下がって腰が引いちゃうんですよね。ガクンと押しますね。張られた感じですね。体で受け止めちゃおうという感じなんですよね、グラブ選手も。佐竹選手はやっぱり本当蹴りがもうちょっと出るといいんですけどね。佐竹はどう動く。左フック、左フックグラウベ。しかし今スリップですね。ロック蹴るところにいましたね。ロックもっと蹴ればいいと思うんですよね、佐竹選手も。ミドルキック前に出ますグラウベ。あ、いいですね、グラブ選手のミドルが。あ、もう抜きになるなという声も飛んでいるという佐竹。だから力入ってますよね、肩に。力入ってますね、肩に力入ってますね、本当に。右ストレート。まっすぐでは、はい、入るんですけどもね、よくオーバーシャウトが、はい、そしてあれを当てるためにはやはりグラブ選手はね、そう、ま、回らないためですね。グラブでは足を使い始めています。横に動くですね。当たった当たった。左フック、左は入りました。そして膝だ、グラブの膝。至近距離になるとこれであります。膝は動きます。はい、佐竹にとっては初めて戦う極真ファイター、現役極真ファイターとは初めての対決です。しかも、 もう世界のトップクラスですね。そうですかね。そうですね、今のミドルとかもっとコンビネーションを佐竹選手は使わないといけないし、クリオ選手は距離と、グラウベはグラウベ選手は距離を取らないんだろうですね。さあ、ついにこれから最終ラウンドを迎えます。力が入りますね。佐竹もグラウベも一歩を引きません。互いの意地がぶつかり合うが、決め手を欠いた。佐竹はグラウベの蹴りをうまくかわしているが、その後の反撃につながらない。グラウベは同じ距離で戦っているため、今一歩踏み込めない。
勝負は最終ラウンドへ。あとは精神力の戦いだ。決勝トーナメントに駒を進められるのか。全てを背負った佐竹が最終ラウンドのリングに向かいました。いや本当に今まで大きな決定ではなくですね、グラーブ選手の減点がちょっと気になるというところなんで、グラーブ選手はあの減点を調整するようなポイントを取らなくちゃいけないし、もうグラーブ行くしかないですね。佐竹選手はここでもう確実にですね、ちょっとあの差をつけたいところですよね。パンチが4ラウンド当たり出しましたから、はい、三宅さん、やっぱりグラブサイドはこのラウンドだという指示は出てますね。あ、やっぱりそうですか。はい、三宅さん、はい、佐々木サイドですけれども、先ほどの傷はですね、それから深くはなっておりませんので、血も止まり始めています。大丈夫ですね。はい、とにかく佐々木は、ね、試合前に言ってたコメントがですね、優勝しなかったらどこで負けても同じなんだよと、なるほど、そういうコメントを言っていて、どうしてもやはり力んでしまうと思うんですが、それを見越してセコンドからは小さく小さくと声をかけます。なんかもうお互いなんか技術よりも気持ちが先行ってますね。気持ちが先行ってますね。2人とももうちょっと気持ちがちょっと分かりますけどね、やっぱり本当にリングの中でですね、はい、それからもうやっぱりこういう K1 の試合というのはリズムで戦わなくちゃいけないから、空手に比べても相当疲れちゃうんですよね。なるほどね、はい、まだこの縦蹴りは炸裂しません。三宅さん、グラブサイドはね、やっぱりあの膝まで最後まで持ってこうと、あと今だ、今飛んできた。しかしまだ当たってはいない。膝まで持ってこよう、はいはい、膝までまだ結びつけてないんですよね、その辺を膝まで最後締めようしは膝まで行こうという指示が、ね、盛んに出てます。飛び込んでそこから一気に膝まで畳み込むフルコースまで行っていません。チャンスを迎えました。佐竹、お互いに力入りすぎですね。左フック、グラブの力を襲いました。佐竹、これはもう本当に死闘ですね。死闘ですね。さあ、マシゲリ決勝トーナメントに駒を進めるのはどちらでしょうか。グラウデか佐竹か。日本代表は決勝トーナメントに残れるのか。佐竹、やっぱりね、日本代表1人しかいませんからね。佐竹選手、なんとしても決勝トーナメントミドルキック、やっと蹴りが出ましたね。佐竹のミドルキック、右ストレート、ここでゴングが鳴りました。これは難しい試合ですね。判定、この判定は果たしてどちらか。残ったか、日本代表。難しい判あれですね。それともグラウベか。グラウベ選手はやっぱり本当にあの K1 の初体験の4ラウンド5ラウンドっていうですね、そのあれでちょっとバテましたね、最後ね。この練習している時と試合とはもう全然違いますから、はい、佐竹選手はもう最後まで力入ってましたね。はい、あの肩に力が入った分、全部ワンテンポパンチが遅くなっちゃうんですよ、ね。さあ、判定の結果が出ます。ジャッジ島水を50対49、赤佐竹正明。減点の差ですね。精神的にきつい試合でしたね。厳しい戦いでした。厳しいですね。ただこれもう本当にですね、お互いにまた見たいですね、もうちょっと力抜いた試合が見たいですね。技術的にはね、ちょっと答えないですけど、はい、気持ちがね、お互い入りすぎたって感じしますけど、そうですね。グラウベ選手もガチガチでしたね。館長、一言、東京ドームに向かって。そうですね、なんかいろいろたくさんありましたけども、終わってみたら時はですね、やっぱし去年のベスト8が残ってきたという感じがしましたね。やっぱし力、実力ありますね。これが激突する東京ドームはちょっと楽しみですね。もうすごい試合になるでしょうね。敗れはしたものの、佐竹を苦しめ、短期間でパンチテクニックも進歩したグラウベ。次につながる戦いだった。
白氷。